皆様、こんにちは。今回もご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはカープレジェンドに焦点を当て掘り下げる内容になっています。70年以上の長い歴史を持つカープにはたくさんのレジェンドがいます。今後とも様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった選手、監督、関係者、またエピソードに興味はありませんか？毎週動画を発信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回のレジェンドは、現役時代は阪神と毎日に在籍し、特に毎日では日本球界初のトリプルスリーを達成するほか、打率、打点の二冠王に輝くなど強打者として活躍。現役引退後は毎日、近鉄、大洋で監督を務めた後、縁もゆかりもないカープで1年間だけ指揮を取るも、将来的にカープの代表になる予定でもあった別藤薫氏です。では生い立ちから見ていきます。別藤氏は1920年、大正9年8月23日、兵庫県西宮市に生まれます。旧制工業中学校に進学すると、エースで4番を務め、甲子園には1937年と1938年に春の選抜、さらにその1938年の夏と3回出場しています。甲子園では1937年は熊本商業に初戦敗退、1938年春は岐阜商業に準々決勝敗退、夏も同じく岐阜商業に準決勝敗退となっています。卒業後、旧制新潟高校への進学を志望していましたが、叶わずに慶応義塾大学へ進学することになります。東京6大学野球リーグでは通算35試合に出場、打率3割5分3厘、1本塁打の数字を残しており、1942年の春季大会では当時の史上最高打率5割をマークし、首位打者に輝くほどでした。その後、1946年秋に大学を繰り上げ卒業し、一旦家業の材木商を継ぐものの、1947年にはノンプロの全大阪に加入。ここでも4番でエースとして都市対抗に出場します。都市対抗野球では優勝を逃しますが、ここでプロへの意識が芽生えます。別藤氏はすでに27歳になっていましたが、1948年、中学時代からのファンである影浦勝が在籍していた大阪タイガースへ野手として入団します。すると、オープン戦では8試合で7本のホームランを放つなど、いきなり大活躍。公式戦に入っても勢いそのまま活躍します。別藤氏はミスタータイガース、藤村文雄と中軸を担い、首位打者争いのトップに立ち、最終打率は3割2分8厘でしたが、途中、骨折により3ヶ月離脱していたため、規定打席に50に不足し、首位打者のタイトルはお預けとなります。2年目の1949年は、ラビットボールと呼ばれる飛ぶボールが採用されると、打率3割2分2厘、39本塁打、126打点の好成績を残します。ただ、3年目の1950年は、2リーグ分裂騒動に巻き込まれ、パリーグの毎日オリオンズに移籍することになります。別藤氏は毎日に移籍すると43本塁打、105打点で二冠王を獲得、また打率3割3分5厘、34盗塁をマーク、日本プロ野球初のトリプルスリーを達成し、毎日の日本一に大きく貢献、MVP に選ばれています。続く1951年、飛ぶボールが廃止されたため、本塁打は減少するのですが、リーグ4位の打率3割9厘をマークするほか、7月26日、後楽園球場で行われた近鉄戦においては、2投、3投、本投を連続して決めるという、パーフェクトスチールを達成しています。1952年には一時監督代行となり、7月30日から閉幕まで43試合、指揮を取ると30勝13敗、勝率6割9分8厘の好成績を残しています。翌1953年は選手選任に戻りますが、打率3割5厘をマークし、6年連続でベストナインを獲得しています。1954年からは、再び監督を兼任し、山内和弘、榎本喜八、桂木孝雄を育てています。
その後、1957年を最後に現役を引退しています。現役引退後はそのままオリオンズで1959年まで指揮を取りますが、1960年はメジャーリーグを視察し、アメリカ流のトレーニングや野球方式を学んでいます。帰国すると1961年、古巣オリオンズの一軍打撃コーチを務めた後、1962年から近鉄の監督を務めることになります。ただ、オリオンズと違い、別当氏が監督を務める前年、1961年の近鉄は、首位、南海から 51.5 ゲーム差をつけられ、日本記録の103敗を喫していた、長弱小球団でした。別当氏は、まず、入団2年目で18歳の土井正弘を4番に抜擢すると、前年まで0勝だった3年目の久保幸弘をエース格として起用します。すると、土井はこの年、129試合に出場、打率2割3分1厘、110安打でしたが、将来的に通算2452安打を放つ、大打者に成長、また、久保は28勝を挙げ、最多勝に輝くのです。チームは、結果的には最下位でしたが、前年から勝率を2割近く引き上げ、首位とのゲーム差も21ゲームに縮めています。すると、翌1963年は A クラスこそなりませんでしたが、貯金1での4位と健闘します。ただ、3年目となる1964年は、再び最下位となり、この年限りで近鉄を退団しています。別当氏は、近鉄退団後、2年間、日本テレビで解説者を務めますが、1967年になると、大洋のヘッドコーチに就任し、翌1968年からは、自身3球団目となる監督に就任します。大洋では、就任1年目は4位に終わるも、2年目から4年目まで3年連続3位と、健闘します。ただ、5年目の1972年は5位に終わり、この年限りで退団しています。この1972年シーズン、セリーグの監督は異例事態でした。というのは、阪神が開幕8試合でわずか2勝しかできなかったという理由で、兼任監督の村山氏が指揮権を金田ヘッドコーチに委ねると、カープは初の海外キャンプを行うも調整に失敗し、6月以降、最下位に低迷したため、6月17日をもって根本氏が休養し、森永打撃コーチが指揮を取っていました。そして、大洋も8月に連敗が続き、優勝が絶望的になった。そして、別当監督が休養に入り、青田ヘッドコーチが代行で指揮を取るのです。このシーズン終盤、カープでは次期監督をどうするのか頭を悩ますことになります。カープは根本監督が休養し、森永コーチに指揮を委ねていたのですが、成績が向上するどころか、ますます低下していったのです。ただ、次期監督は意外な形で決まります。ある日、広島市民球場で観戦していた松田光平オーナーが、誰かいい監督はいないものか、とつぶやいたところ、記者から別当氏を推薦されたのです。別当氏とカープとは縁もゆかりもありませんでしたが、松田オーナーは個人的に別当氏を知っていました。というのは、松田オーナーと別当氏は慶応義塾大学の同級生だったのです。松田オーナーはすぐに別当氏と連絡を取ったようで快諾を得ます。こうして1973年、別当氏がカープの監督に就任するのです。なお、歴代カープの監督はカープで選手かコーチを務めた人物、もしくは初代石本監督のように広島にゆかりのある人物が務めていますが、全く縁もゆかりもない人物がコーチ経験もなくいきなりカープの監督になったのは後にも先にも別当氏しかいません。別当氏は前年最下位に沈んでいたカープについてそこまで悲観していませんでした。それは三村、衣笠ら若手に大きな可能性を感じていたからです。球団もマクガイア、ヒックスという新外国人選手を補強し、別当体制をフォローします。別当氏は自身の現役時代のスタイルを重ね合わせ、攻撃的な野球を目指すため、スピードとスリルある野球をスローガンに掲げ、ファームの選手をどんどん登用していきます。ただ、オープン戦では、別当監督が球団 OB ではないことや、新しい選手を使いたがることに対し、ファンが反発、負け試合では、別当退陣、とやじられていたようです。
このような中、開幕を迎えます。開幕は4月14日、中日球場での中日戦。開幕投手の外小幡は5回3失点も、中盤以降、カープ打線が逆転し、4対3で9回裏まで進みます。ところが、江藤のタイムリーで同点に追いつかれると、最後は島谷にサヨナラスリーランを浴び、開幕黒星スタートとなります。すると、2戦目以降も調子に乗れず、開幕5連敗を喫するのです。特に、地元出身の山本和義や国定を控えに回すことが多かったこともあり、ファンからの罵声も尋常ではなく、グランドには弁当箱や空き缶、ビール瓶まで投げ込まれたようです。このため、カープ球団も球場入り口でファンに協力を求めるビラを配るほか、警官を増員するなどの措置を講じることになるのです。ところが、カープはここから快進撃を果たします。5月22日、甲子園球場で行われた阪神とのダブルヘッダー第1戦、白石の完投で5対2で初勝利を挙げると、続くダブルヘッダー第2戦は2対1で惜敗するものの、4月24日、岡山県営球場で行われたヤクルト戦から4連勝を飾ると、1敗後5連勝、5月下旬には2度目の5連勝を飾るなど、好調を維持します。特に地元で強く、広島市民球場での3連戦には絶対にエースを持ってきており、観客動員も順調に推移していったのでした。すると、6月には5年ぶりに首位に浮上、日を追うごとに広島市民球場は盛り上がり、スタンドには優勝の2文字が入った旗も増えていったのです。ところで、別投手の大胆な采配は随所に見られました。6月3日、広島市民球場で行われたヤクルト戦では、打率2割そこそこと低迷していた衣笠氏を1番に抜擢すると、いきなり3安打を放ち、その後、5試合1番で打たせた後、クリーンアップに戻しています。また、マスコミを利用するのがうまく、当時、水沼の陰に隠れてほとんど出番のなかった道原について、カープにはもう一人素晴らしい捕手がいる。とコメントすることで、道原のモチベーションを高めるのでした。チームは6月下旬に5連敗を喫するなど、調子を落としますが、それでも前半戦を貯金3とし、2位で終えるのです。ただ、後半戦、失速します。打線が前半と打って変わって頻打にあえぐと、順位もずるずると後退し、最終的には60勝67敗3引き分けで2年連続の最下位となるのです。敗因は打撃不振で、チーム打率は2割2分3厘とリーグ最下位、別投手の掲げた攻撃野球を達成することはできませんでした。ただ、借金は1桁にとどめており、首位巨人とは 6.5 ゲーム差、A クラスまでも 4.5 ゲーム差でしたので、そこまで悲観する結果ではないのですが、別投手はこの年限りで監督を辞任することになります。辞任の理由は単に成績不振だけにとどまらず別にもあったようです。別投手を招聘したマツダオーナーですが、現在と異なり東洋工業の社長も務めており、球団経営はフロントのある人物に委ねられていました。ただその人物は球団内部でも批判的な声が多く、根本監督の休養や退団もその人物との不仲が原因と言われていました。別投手もその人物との折り合いが悪かったようです。このため、別投手はシーズン中からあの男がいる限り、このチームは強くならない。と嘆いていたのです。カープは10月23日、川崎球場で行われた太陽戦でこの年の全日程を終了するのですが、別当監督は辞めると言い残し、都内六本木の自宅に引きこもったのでした。マツダオーナーは、別投手について、球団の代表職を考えていた。と語っており、1年限りで退団することを惜しんでいます。なお、別投監督は退団しましたが、翌1974年1月、折り合いの悪かったフロントも、体調不良を理由に退任し、東洋工業の総務課長だった重松氏が、球団代表に就任することになります。そしてこの重松氏がその後ルーツ氏を監督に据え、カープは1975年の初優勝から黄金時代を迎えることになるのです。
ベッドー氏はカープ退団後3年間日本テレビの解説者に復帰しますが、1977年再び大洋の監督に就任し、6位、4位、2位と徐々に順位を引き上げるも3年で辞任しています。なお、ベッドー氏は4球団で計19年間監督を務め、通算1000勝以上の実績を残していますが、オリオンズ以外は近鉄、大洋、カープと弱小球団を率いていたこともあり、通算1000勝以上で優勝経験がない、ただ一人の監督となっています。大洋の監督辞任後は、フジテレビの解説者を務めていたほか、1988年には野球殿堂入りを果たしています。また、晩年は中国で野球指導に当たっていたほか、清原和博氏の個人的な臨時打撃コーチとして、シーズンオフに指導していた時期があったようです。1999年4月16日、心不全のため永眠されています。享年78歳でした。以上が、ベッドー薫氏の生涯になります。現役時代、日本初のトリプルスリーを達成するほか、打率、打点の二冠王に輝くなど、主力打者として活躍、現役引退後、毎日、近鉄、大洋、カープで、計19年も監督を務めていますが、長いカープの歴史上、カープでの選手、コーチの経験がなく、また、縁もゆかりもないにもかかわらず、監督を務めた唯一の人物、カープでは1年限りでしたが、1975年以降、黄金期を迎えるカープに少なからず影響を与えたであろう、ベッドー薫氏。ご冥福をお祈りします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後とも、様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった監督、選手、関係者、またエピソードに興味はありませんか？毎週動画を発信していきますので、見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また、感想などもお待ちしています。なお、普段のカープの話題に関しては、ブログに書いていますので、よかったらご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。では、またの動画でお会いしましょう。